こんにちは、ブリオです。今日は鶏肉のお掃除をしていきたいと思います。こちらは国産の鶏なんですけども、来たばっかりなので肉屋さんからすごいツヤツヤしてます。やっぱりですね、スーパーに売ってるよりも色が白くてピンクっぽいなっていう感じはありますよね。ツヤツヤしてます、うん、そしたらこちらを掃除していきますね。お肉にはこういったペティナイフが、家庭だと果物ナイフとかが使いやすいと思います。まずお肉をこうやって広げていただいて、ここの広がったところの余った油、これはいらない油になります。もちろん好きな方はこれを、片栗粉とかで小麦粉で揚げてもらうと皮せんべいができるんで取っててください。こういうふうにね、お肉からはみ出てるお肉、油、皮、これはいりません。そしたらここのですね、この筋、片っぽの方に筋がこうやって出てるので、これも切ってしまいます。ギコ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 切ってもらう感じですね。はい、そして今日はちょっとなんか油がそんなないんですけども、この中に油があれば取ってほしいんです。こういったところに油がある。包丁の使い方はこういうふうに逆さまにしてもらうんですけれども、この部分をこういうふうに切って、こうやって油を取っていきます。取っていただいたら、こっちよりもこっちの方が身が厚いところがありますので、身がある厚いところに、ここも取りますね。太い血管もありますので、それも取っちゃいますね。そして触ると高さがある、ここちょっと高さがあるんですね。そういうところに少しだけ、ほんのちょっとだけ切り込みを入れます。そうするとあら不思議、平らになるんです。ここもほんのちょっとだけ切り込み入れるだけ。今ので1センチも入れてないと思います。そうすると高さが一定になりました。あとは使うように切り込みを入れれば OK です。今日はこれを半分にしたいと思いますので、これで鶏肉のソテーの仕込みは、お掃除は完成です。ありがとうございました。完成しました。動画の方に鶏肉のソテーもございますので、ぜひやってみてください。本日もありがとうございました。チャンネル登録まだの方はよろしくお願いいたします。